こう登ってここからセンター見るんやけど、まあさすがに AR は無理だな。おお、じゃあこっちだ。あーこれ COD4 フラグムービー。はい、こんにちは、グリードです。COD4 から復活マップとしてストライクが追加されました。約16年ぶりのマップになります。皆さんご存知の通り、このゲームの銃のカスタマイズは本当に細かいんですよね。最近僕実銃のね、海外の動画を見るようになって、結構こう銃のカスタマイズっていうのにだいぶ興味が湧いてきて、最近はこう性能というよりはもう見た目重視でカスタマイズを組んで遊んでます。こんな感じでネットで調べた銃のカスタマイズが大体再現できるので、まあ、銃大好きなねアメリカ人がハマるね理由がちょっと分かったような気がします。でそんな細かいガンスミスがあるので、当時の COD4 の武器をちょっと再現してみました。何個かとりあえず COD4 の AK47 を再現したいというわけで、とりあえずこのカストフ762を選択して、デフォルトはねこんな感じで真っ黒の AK なんですけど、ここからカスタマイズをいろいろしまして、アタッチメントこんな感じです。このバレルと、ストック部分ですね。ここを、AK 特有のあの木の部分があるバレルとストックにして、で COD4 の AK 見たらアンダーバレルとか全然ついてないので、ここはつけずに行って、マガジン部分なんですけど、マガジンの形がね、COD4 の AK はなんか拡張マガジンと一緒なんだよね。拡張つけないとこれがデフォルトです。拡張つけるとこんな感じ。このカーブのねラインが入ってるのがこの拡張マガジンなので、 COD4 のあのマガジンは一応拡張マガジンだったっぽいですね。でこれで AK47 完成です。見た目もあの COD4 の AK47 まんまじゃないですかね。デザートイーグル、一応 AK74U のあのクリンコフの方も一応作ったんですけど、これはね完全再現とはいきませんでした。ちょっとねストックの方がね再現できんくて、でマガジンもおそらく COD4 のあのクリンコフもね拡張マガジンなんだけど、色合いがねなんかこっちはだいぶ渋い色で、 COD4 のあのオレンジ色のマガジンにはできなかったんですよ、残念ながら。今後なんかバリアントとかできたら嬉しいですね。今回はこのオールドスタイルでいきたいと思います。俺途中参加じゃなかったら神やけど、うわ来たマジか、ストライクサーチ来た、やーべー。どうしよう、 AK に行くかとりあえずな。まあ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 、スナイパーも使いたいけど、こう駆け抜けてフラグ投げて、敵のフラグ注意ね、当たらない、中取る、中取った、スタン渡る、でこのポジションここ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 めっちゃ強い、このポジション、どうだ敵さん、こっち側全然来てないのかな。あ待って今いたぞ、 OK ワンダウン、この僕の上いるんちゃうか、どうだろう。あでもドアが閉まってるから、ナイス、あと2人、この辺だと思うけど、僕の上か、違う、トレーニング、銃声、拡張つけてる、オッケー、やべ楽しいストライクサーチ楽しすぎるでしょ、ノスタルジックすぎるね。でスナイパー使う場合はこっちからこう登って、ここからセンター見るんやけど、まあさすがに AR は無理だな。おお、これが経験の差、16年の差ですよ、俺が。これが。お、この上にいるけど。はーい、ラストは？おい！おい、強っ！これはね、もう、僕はもう16年前にやってますから、ここは。スタン
ターン当たる。V トール出た。その裏にいるはずだけど顔出してこないな。デスタ使って前行っちゃうか。基本的に行かない方がいいけど。顔出してこない。設置されそうだから出しちゃう。ここでこれキルストを使う判断。敵これです。だいぶ設置しにくいと思う。そまさかの2個大きい設置でき、あ、いけるんかーい。マジで2人 B 中 A 中か、1人その中にいるか。どうだ、パスだ。いやーマジか。サイドチェンジ、アイマックフラグ投げて、中来てなさそうだな。多分中取れる、中取れる。これ A いけるよ、誰もいないけどめっちゃ A いけるよ。オッケー、強い。 AK74 じゃなくて47。リローディング。いやーやっぱそこだよな、まあ、大体そこだと思ったんだけど。開幕スナイパーポジ。だからこの人中来ないってことは A 誰もいないんだよな、これ。 A 誰もいなくて、ここは取れるんだよ。え、そう、なんで知らなかった？OK。 え、いけるよ。よし、懐かしいなマジで。でもせっかくスナイパー使ってんのに左来てくれないので Be my friend。 じゃあこっちだ。あー、これ CO2-4 フラグムービー今のジャンプショット当てたら CO2-4 フラグムービー。わあ、これ遠距離でデザートイーグルで抜こうとするこの感じ。お、マジ？どこ行った？え？ A 側には行ってないと思うんだけど、顔出してこないな。Moving here. UAV ready to deploy. でもこれ逆にこっち行く。ワンチャン、え、設置 しないの？設置しないとやばいぞ。Planting bomb at Bravo. Stand by. You have secured the bomb. 10 seconds remaining. わーお、はよ設置せなはよ設置せな。だからでで古音デザートイーグル、これ当時の人にさ、16年後の COD ではデザートイーグルが古音だぞって言っても多分信用してもらえないだろうな。チーターでしょそれって言われるよね多分。でここで74です。74で突る。当たったな。 OK、 上取れる。デッサム使っちゃうか。OK、 リロードして、
いやー、あー確かに昔のその COD4 の DE とレートが変わらないかもね。あのフルオートのやつ、確かに確かにそうだ、昔のめっちゃ連射できたもんな。ダダダダダダダーンって。はい、フラグは飛んでこないと。何してんの、何してんの二人で何してんの。え、このラウンドで終わってしまうのか。あー終わっちゃいそう。あー終わっちゃうのか。あー終わっちゃう。まあ12ラウンドぐらいやりたかったな。あらら、終わっちゃったか。おお、嘘。おお。オッケー。さあ、COD4AK47 カスタム74か。スライム使って、スライム使って。いやー、さあこれがスライディングモダン2です。ハンドガン、おお、19キル。